上下紺のユニフォームが鹿児島ユナイテッド、上下白とオレンジのユニフォームが愛媛 FC です。2019明治安田生命 J2 リーグ第28節、鹿児島ユナイテッド FC 対愛媛 FC の一戦、今試合が始まりました。そして落としてこのボールを狙っている愛媛、あオフサイドはありません。アンジュンスが飛び出している、決まった、先制は愛媛。このキーパーかわしたシーンでも落ち着いてましたよね。ボールをキーパーかわしてからシュートっていうイメージをしっかり持ってたと思いますね。はい、なんとかアンジュンスパンチング、まだあります。下川のクロスが入る、入道ポストに当たり、押し込んだ、愛媛追加点。クロスの質は良くなかったんですけど、入道選手の当たったところは悪かったですよね。アウトスイングのボール、砂森のシュート、牛野浜決まった、反応点。キックのこぼれからだったんですけど、はい、この思い切りのいいシュート、そしてゴール前にやはり顔を出してる、これその前に鹿児島のフリーキック、ふわっとしたボール、頭で合わせる、決まった。今のシーンです。ゴールを選手のボール非常に良かったですね。キーパーとディフェンスの間、そしてそこに飛び込んだ堤選手ですよね、まあ、相手が触ったと思うんですけど、最後キッカーは五稜です。狙ってきた、決まった、逆転ゴール五稜。素晴らしいアイデアでしたね。サイドで決めてきました。素晴らしいですね。先ほどの得点シーンのイメージをお互いありますので、はい、そういった中でキーパーの位置を見てその逆をついて狙ってきましたよね。そこに蹴れるやはりこの左足の技術、そして先ほどの残像ですよね、はい、素晴らしいゴールですね。背番号11番が輝きを放ちました。ニュードが五稜、そして藤沢です。グラウンダーのボール、左足決まった、牛野浜追加点。このセンターリングクロスの質ですね。この後のセンターリングですね。キーパーとディフェンスラインの間に速いボールです。サイドを展開、ここに下川、手に当たったか、笛が鳴ってここで試合終了。鮮やかな逆転、鹿児島4対2、勝ち点3を手にしました。